こんばんは、今夜です。孫さんまたやっちゃったよ。ソフバングループの投資先がね、Y 社ってところが不正経理みたいなことやっちゃって倒産しそうなんですよ。監査してみたところね、2300億円ぐらいの現預金がね、わけわかんなくなっちゃってて、銀行に見放されて潰れそう。ソフバン投資してるんだけどさ、なんだかよくわかんないの。でね、わかんない感じになっちゃってるんで、株主総会で孫さんが説明をするんですって、来週。だからこの動画をちゃんと見ていただければ、孫さんの言い分が正確にわかるようになると思います。そこを狙ってます。はい、この動画でわかること、ワイヤーカード社が倒産しそうですよって。これね、せっかくだから残高確認についてしっかり学んでくださいね。勉強しましょう、きちんと。そうすると孫さんが嘘を言った時にちゃんとわかるからね。ワイヤーカード社に投資してるらしいんだけど、その投資がね、わけわかんない感じになっててさ、孫さんの責任だよ、それ。わけのわからん投資はしないでほしいよねって思ってて、責任のうちの1個ね。それからね、投資先の選定、明らかに誤りだね、今回。ウィマークの件があって、甘い投資の判断したよね。他にもあるんじゃないでしょうかって心配してましたよね。早速ですよ。出てきましたということね。そしてね、この動画でね、しっかりちょっと予習してくださいよ。来週の孫さんの説明をしっかり理解しましょうね。そういうことを考えてます。もしよろしければ最後までご覧ください。はい、記事、ブルームバーグから持ってきました。2020年6月19日の記事です。ソフトバンクグループ投資先がトラブル、ワイヤーカードで、2300億円不明だそうですよ。なんだかこれね、よくわかんないの。後でフォローするけれども、ここいらのね、説明を読んでもさっぱりわけがわかりません。1100億で取得することに合意、ただ複雑な取引を通じ、持ち分は削減されたって。何のことでしょうね、これ。それからね、ソフトバンクグループは投資したんだけど、投資先って書いてあるよね。最終的に自己資金は投入しなかったって書いてありますよ。代わりに社員って誰よ？アブダビ首長国の政府系ファンド。ムバダラ？誰これ？何これ？が出したんですって。どういうことこれ？ソフトバンクグループが投資したんじゃないの？でね、ワイヤーカードは監査法人が2300億円の現金残高について、証明が取れなかった。これよくわかんないと思うんで、ここはしっかり解説させていただきますね。おそらくこれね、現金残高っていうのは間違いですよ。現預金だと思います。でね、この証明が取れなかったっていうのは多分確認上のことだと思いますんで、ちょっと後できちんと勉強しましょう。でね、これ決算報告書の発表、再び延期。延期は4回目って。なんだかね、もう、こんなとこに投資すんなよって思うよね。で、M&A アドバイザリー業務を手掛ける、平井さんが、そのような会社への投資を引き受けたこと自体、資産査定が甘い。だから、投資をね、するときにもうちょっとちゃんとしっかり調査をしてから、山間で調査するんじゃなくてね、ちゃんとデューデリジェンスって専門用語なんですけども、査定をしっかりした上で投資しなさいよっていう、そういうことね。もう一連の失敗だよね。ここに書いてある通り、孫さんこれ失敗として認識してると思うけどさ、これどうなのよって、言わなきゃね、株主の皆さん。私社債しか持ってないからね、株主総会に出れないんだけど、株主総会できちんと説明する必要があると話したんだから、来週の株主総会で説明がなされると思います。しっかり皆さん聞きましょう。でね、ちゃんとね、予習しておかないと分かんないんで、この動画を通じて予習してみてください。ぶっちゃけね、すべての取引が教科書通りの企業統治ではないと指摘したって。
これ二面性あるんですよ。ワイヤーカード社の問題と、ね、ワイヤーカード社の倒産仕掛けちゃったって問題と、孫さんの投資責任ね、これ二つに分けてこれから解説していきますね。はい、1個目、ワイヤーカード債権団が止めその向上要求、デフォルトリスク向上昇って、これね、かなりの確率で倒産すると思いますよ。同じくブルームバーグの記事ですね。同じ日に出てます。デフォルト、債務不履行のリスクに、今ね、落ちろうとしてます。債務権銀行、だから15の銀行が融資してるんだね。急ぎ交渉と。どうしたもんかなってことだね。2300億円の現金の所在が不明。だからお金なくなっちゃったんだね。どうしたんだろうねって。で、監査をしたところ、多分ね、確認状出してるんだけど、後できちんとね、説明しますけどね。監査をしたところ、残高確認っていう監査手続きで失敗したんだと思うんですよ。これね、三大監査手続きの一つと言いまして、すごい重要なんです。もうこれで失敗すると、もう他何やっても監査失敗なんですよ。だからね、この監査済みの年次報告書が19日に発表できなければってさ、もう20日じゃない今日は。だから多分もう融資が打ち切られる恐れありありって感じね。でさ、まあ、こんな状態だもの。ムーディーズ・インベスターズ・サービスって、ワイヤーカードの信用格付けを、なんと6段階引き下げて、ジャンク債って。こういう状態でさ、ちょっと前までは、6段階も上で格付けしてたんだね。いや、この格付けは間違いだよ、これ。やっぱ格付けって信用できないのかもしれないな。あ、こんなこと言うとね、リスナーのロングさんに怒られちゃうんだけど、格付けについてはね、ものすごくしぶとくしつこいちゃんとした動画をいっぱい、ちゅうかね、しっかりしたのが、ごめん、うまく言えない。過去動画でしっかり作ってあるんで、ご興味のある方はそっちを見てくださいね。もう絶対どこよりも詳しい動画です。次いきますね。だからね、融資が打ち切りになる可能性が高いのよ。監査で失敗するんだから。確認上で失敗するっていうことも致命的だっていうことをちょっと申し上げましたけども、詳しく言います。となるとやっぱり倒産可能性が大じゃないの。ということはソフトバンクの投資は失敗ってことね。はい。ちょっと確認ね、ちょっと確認の手続きについて解説します。現金残高にちょっと証明が取れなかったって、さっきの記事のコピーね。これね、多分間違いで、約2300億の現金残高じゃなくて、現預金だと思うんですよ。なんでかというとですね、現金が2300億もあるわけないからです。でね、監査手続きも違ってくるんです。現金の場合は実査します。実際にお金をね、数えるんですよ。数えらんないよ、2300億も。預金の方はね、残高確認の手続きっていうのをやるの。直接確認という形で残高を確認します。で登場する人はね、3人ね、お金を貸した銀行と、Y 社と、監査してる監査法人。この3社の間でですね、もう今大変なことになってるよ。これはね、2300億円も監査証拠がしっかり集まんないと、これ不適正意見になっちゃうよ。どうやったって。はい、詳しく見ていきましょう。監査手続きをざっくり言いますね。お金を貸すじゃない銀行が Y 社にね、お金あるんだよ、ここに。でね、確認状っていうお手紙を会社がまず作ります。ひな形をね、まず渡すんですよ、監査法人が。でね、確認状を仕上げてくれて、それを監査法人に返します。あの銀行に私は一体いくら借りてますかってことを Y 社さんがね、書くんですよ。でね、監査法人がこれを銀行に送付します。言うそうだね。言うそうだね、普通ね。でね、これを直接監査人が、受け取って、会社の残高は銀行と、ね、照らし合わせて、あ、確かにこの金額ありますねって、こんなことやるんですよ。でね、今のこの流れがね、失敗したんだと思われるんですね。残高の直接確認の監査手続きは、まあ、
もうはっきり言うと上から3つ目ぐらいには必ず入る重要な手続きなんですよ。もうこれが失敗すると目も当てらんないの。ほい。でね、返送先を監査人宛てにして会社が作ってくれるんだけれども、なんでかというとね、監査人は監査先がいっぱいあるんで1000通とかに送っちゃうわけですよ。1社あたりね、現預金の他に売掛金とか買掛金も出すからね、まあ、ここはね現預金だけにちょっと話を限定して言うけども、こんなのね自作なんて無理なんで、ひな型をプリントアウトしてそれをね会社にあげるの、もしくはデータで渡して仕上げてもらいます。そしてそれをね監査人が受け取って自分で出すの。なんでかというとね、会社がね、解散する可能性があるからですよ。Y社の方、悪い人がいてね。やった人いたしね、結構流行ってるの、これ。だから直接確認っていうのをやるんですけども、これね、銀行と結託されるとね、まあダメなんだけども、さすがに銀行とは結託しないね。得意先とかだと結託するから、ちょっと怪しいんだけどもね。まあ、先行きますよ。でね、どこで失敗してるかというと、ひな型渡して、確認書仕上げてもらって、お手紙を出すって。ここまではね、普通うまくいくんですよ。でもね、問題なのはここです。確認状がね、返ってこないよ、返送されてこないよとか、会社の残高が1億円になってるんだけども、確認状には100円だよなんて書いてくるような場合ですね。もうこれ監査法人としてはもうどうしようもないんですよ。動かぬ証拠だもん。会計処理の解釈の違いとかそんな話じゃないからね。だからもうどうしようもないんですよ。はい、それからね、これね、そんな会社に投資するなよって話しますね。孫さんの投資責任、やばい点が2つあります。1個目、先ほどの記事の抜粋ですね。これ見てさっぱりわかんないでしょ。なんだかねって、1100億円で取得することに同意、ただ複雑な取引を通じ、持ち分は削減された?何これって。ソフトバンクグループは最終的に自己資金は投資しなかったって。社員が投資って。何この無駄だらって。で、こういうね、訳の分からん投資手法は使っちゃダメなんですよ。だって、株主とか私のような債権者からすると心配だもん。我々でもちゃんと分かるような手法で投資してくんないとね。これ投資できませんよ、安心して。まあそういう状況で私とてもね、嫌だなと思ってます。結構な金額私社債持ってますからね。それからもう一つ、これも先ほどのコピペね、記事のコピペね。デューデリジェンスが甘いって、これ間違いないね。で、すべての取引が、取引のすべてが教科書通りの企業投資ではないって、これ、二面性があるんですよね。このワイヤーカードの問題というよりも、ソフトバンクグループの投資方針に問題があるということをこの人は多分言ってるんだろうね。要するに、投資先の選定が甘すぎたわけですよね。ウィワークで問題になったじゃないですか。他にもあるんじゃないですかっていうことが言われましたよね。早速ありましたね。じゃあね、まだあるんじゃないですかってこと。まとめ、社債権者のすべきこと。孫正義社長は一連の失敗を来週の株主総会できちんと説明する必要があると話したっておっしゃってるんですね。我々としてはもうね、説明をね、誠意を持って聞くしかないんですよね。まあ、孫さんにも、まあ、言い分あるでしょうよ。ただね、理解するにはある程度、どんな状況かっていうのが分かってることと、なんで残高確認、もしくはね、証明が取れなかったって、どんなことが裏にあるのってことを、しっかり理解した上で聞かなきゃ分かんないんだよね。だからね、ちょっとでもね、予習になればいいかなと思ってこの動画を作りました。だから、来週はちょっとね、油断できないよ。しっかり孫さんの言い分を聞きましょうね。はい。ウィワークでこけまして、他にもあるんじゃないかって、孫さん15社ぐらいは潰れるとか言ってたよね。早速1社潰れそう。あといくつ潰れるのかな。でも孫さん、正直っちは正直だね。正義さんだもんね。聞いてくださってありがとうございました。
それでは失礼いたします。ごきげんよう。